同級生に連れて行かれた。何でも重要な話があるとか。え、シマ、嫌な予感しかしねえな。なあ藤木君、俺ってプレイメーカーのソウルメイトだよな。そうなのか。またまたまた、知ってるくせに。俺は知ってるんだぜ、お前の秘密。その秘密バラされたくなかったら、俺の頼み聞いた方がいいんじゃないかな。どうもごちそうさまでした。しかし、いつ見てもすごいですね。この中に全部機材が入ってるんですか？ハッキングに機材は関係ない。大事なのはここだ。とは言うものの、優作にはかなわないけどな。二人はリンクブレインズじゃ絶妙のコンビですよね。デュエリストとそれをバックアップするハッカー。そういえば、草薙と優作はどうして手を組むことになったんだ。俺聞いたことなかったなって思って。確かに興味のある話だ。草薙殿、お聞かせ願えるか。まあいろいろあってな。いいじゃんいいじゃん。優作と草薙が出会った時の話聞かせてくれよ。なあいいだろ草薙。そうだな。みんなには弟のことで手伝ってもらっているし、俺たちのことを知っておいてもらってもいいだろう。だがそれには、あの事件から話さなければならない。ロスト事件ですか？そうだタケル、俺の話は君の過去も思い出させるかもしれない。構いません。あの事件で同じ苦しみを味わった者として、その話ぜひ聞かせてください。わかった。